ラジオ早雲やわ第8夜、繰り返して繰り返して続いてゆく。冬来たりなば春遠からじ。冬と春のちょうどの境目がどこにあるのか、目を凝らして探してみたら冬至に行き当たった。ここまでが冬ですよ、ここからが春ですよ、と。生きることも死ぬことも出会いも別れも、そんな風に分かりやすく示されていたら、どんなにか気持ちの準備ができるだろう。それが分からないから、人は自ら区切りを作り、気持ちを整理する。私が生まれた日も冬至だった。小学生の頃、冬至は一年のうちで最も昼間が短い日なのだと知って、一年で一番暗い日、夜が一番長い日なのかとどんよりした気分になった。それから少し年を重ねると、今度は冬至を境に昼間が長くなっていくところに目をつけたのか。冬至は復活の始まり、再生の始まり。この日に生まれた自分もきっとそういうふうに新しい時代を切り開いていくのだと考えるようになった。その後、時代の開拓者として活躍した記憶はないが、物事の捉え方というか見方の違い一つで気分がずっと明るくなったことは間違いない。それからこうも考えるようになった。生きるというのは気分が塞ぎがちになったり、だんだんと元気になったりする、そういうことの繰り返しだ。その小さな繰り返しは大きな繰り返しの一部で、その大きな繰り返しはもっと大きな繰り返しの一部で、そのもっと大きな繰り返しもやはり、そうやって命は繰り返して繰り返して繰り返して続いてゆく。もちろん今を生きている私にとっては小さな繰り返し、目の前の悲しみとか手の届く範囲の心配事とかぼんやりした気がかりとかが日々の悩みや苦しみの原因になっているのだけれど、大きな視野に立ってみれば、これまでも、そしておそらくこれからも、たくさん、数多く、限りなく繰り返される出来事の一部に過ぎないのだから、今自分が抱え込んでいる悩みや苦しみも、実はさほどスペシャルなことでもないのかもしれない。そう思えば、気持ちの落ち着かせどころも見つかろう。冬来たりなば春遠からじと口にするだけで生きる力が湧いてくるような気がする。たったそれだけのことなのだけれど、そのほんの少しの物事の捉え方、見方の違い一つで人は前を向ける。生きるとはなんと不思議なものか。ラジオ早雲やわ、この番組は瀬尾製作所がお送りしました。